ればいい。よし、チャンネルだこれ。うーはー、チャンネル近く。もう飛行機間に合いません。もういいよ、最後だからね。はい、おはようございます。久しぶりの北九州トパタクだね。300人以上いるんだろうな、300、400人、台数結構あるんで100番以内引ければやれんのかなって感じ。行きます。それあ、黄色いことです。黄色いことだ、そうね。あ、マジで超嬉しい、ありがてー、やりました。はい、もうすぐね入場なんだけど、まあ、両番でね5号機を打っていいのかっていうのをツイッターでアンケート取りまして、 84% が打っていいよってことだったんで、まっすぐ5号機いきます。そう、動画上がる頃にはもうなくなっちゃってるから、5号機打つのはどうかなって思ったけど、800票あったらもう国民の総意じゃん。せいやはねもうさよならしちゃったから、さすがにこれは打たない、さすがに。だから俺がするのはこれだよね。オース番長3さよなら会行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、おはようございます。私セブンズ TV メンバー人間体感キバロスです。本日は北九州市戸畑区にございますとあるホールにてウォロスの俺打ちっていうか番長3のさよなら会。俺打ちとは俺流の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。まあ、僕がね番長3で6確定を打ったことがあるホールなんで、さよなら会にはふさわしい会場なんじゃないかと思います。打っていきます。ちなみにその六角は負けちゃいました。次の日収録あったんでやむなく飛行機で帰ったんですけど、今日はもうさよなら会で明日収録もないので、もし仮にその飛行機代以上に勝つ見込みがあったらブッするわ。あと一応ツイッターで5号機打っていいか質問はしたけど、僕思ったんだよね、ここのお店は番長3に設定が入るから勝ちに行くなら番長3なんだよね。僕結構番長3ぶっ壊してる動画撮ってるんだけど、レインボーいただきを引いたことなくて、あのループのあれ引いてみたいんだよな。絶頂も気持ちいいんだけど、上乗せループでマイゲーム乗ってくっていうのがね気持ちいいよね。あれでループしまくって導入がうわ何個乗ってっか分かんねえでオープニング入りたいが今日の夢。あと裏モード、まあれねガッツリ乗っけないんだけど引きたいよね、楽しいから。あとまあちょっともう欲張りになっちゃうんだけど、カンストもねしてみたいね。99日目、初回対決来るよ。初回対決するまでに1万円かかったわ。珍しい前兆、だん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 みたいな。私を行くぜ、初戦番長ラグビー、相手に不足らしい。おい、これ買っちゃってるパターンのやつ。そんなこともなし、しかもなんか中途半端なベルで据え置きの恐怖来てるよ。ここの店設定入るっちゃ入るんだけど、メイン機種でも平気で据え置きしてくるんで怖いな怖いな。はい、602ゲーム、18,000円、何も引かずのいただきジャーニー、徹底的完食、グッドですよ。いいよ、はい、チャッピー、はい、うまい、相撲でもいい。ダメ、
ギリギリ対決。この前兆パターンはいい対決っぽいんだよな。わあ出てくるの早かった。いやそうだよね、朝一ね。まずね、今日やりたかった裏モードやれました。こっからぶっ壊す。裏モードもね、引かなくていいんだから。そしてループしていこう。はい、だってどこまで続けられるか。もうね、引いちゃうよね。泣かせるか。パンちゃん、うん、泣かない。やりますよ。走って。まだ裏モードっぽいな。少し不安だったけど、さっき帰るよな、おめんこでよ。はい、完璧倒れ。もう特訓でも行っちゃうのか。さあ、レインボーいただきミッションも成功しちまおう。はい、いいよ。あるよね、これね。ループなんよ、裏モードは。あ、さらにおかわりしていく。止まらないよね、ほら泣いてるよね。これか番長鈴木の気持ちいいところ。終わった。全部で4つ乗っけたかな。いや味わっちまったな、車のせい。まだ行くの？あら、よっしゃ行こうか。裏モード番長ボーナス見たいんじゃないの、みんな。最終回で見せちゃおうか。早い前兆。番長ボーナス行くか。これは帰らんからね。波なしな、やるよな。え、リプレイ引けず。あー、そうだ、そらそうだ、爪が甘い。ただ裏モードは 70% で継続。 70% がそんな簡単に落ちるはずね。さあ最後に対決。ちょっと早い MB 関係ない。裏モードは関係ない。まだいたか。はい、ナイス。負けねえ裏モード。もうね、最低でもループがついてくるから期待な。泣いたわな。この後にも注目。泣かず女子いって。泣かず。まあいいよ。この 70% 一気に乗っかなくろう。裏モード大爆連したいな。あー、まだ裏モードだ。なんだこれ、終わらねえ 70% か。いや帰んないけど、これ裏モードいきます。しかもね、 MB 引いちゃうから。あれ負けたか。引けてるのに、引けてるのに。まだまだ裏モードだもんね。え、ちゃう、これチャメだ、まあ、当たり前に今チャメから対決の裏モード絡みの勝ち確定だろ。え、回んない。ちょっと終わったな。あ、でもね、まあこれは勝ったね。ここでループがあると裏モード感出るんだけど、ないね。ノリを裏返ってほしい。あー、裏返る。これまだいらっしゃったか。まだいらっしゃったでござるか。どこまで行くんだこの裏モード。
モードがいい。はい、誰裏返ってろよ。波なし、裏返ってほしいの。あ、ダメか、落ちたくて。怖がるな、ワラス。あれ、これ勝てれば裏モードだ。行かずに、まだ裏いるわ。黄色取ったかな、取れず。でもいいよ、裏モードに行き続けるのが大事だから。ワンダ行くか、大大事。もう止まらんぞ今日のバラスは。あー、裏モード中に満潮ボーナス引いて絶頂も行っちゃおうか。行くぞ、行きます。 OK、負ける。じゃあバブいらないじゃん。まだあるわ、まだあるよ裏モード。ほら、いやそうだよね、思考の領域に達してるんだが。取るぞ、ダメなしで、リップリップでも負ける。はいよ、カメ。さすがにもう落としたか。どうだ、まだいる俺。裏モードまだいる、まだいるっぽいな。まだいるか、なるほどね、 OK。 もういないと思って裏モードに依存しない。強き男の魂ってやつをね、見せつける。裏モードに依存するな。クイーン、ノリが討伐。まあもう裏モードは終わっているとは思うんだけど、10日目に入るんで、まずは番長もだかな。終わっていると頭では理解していながらも期待しちゃっている。あー終わってるね。まだから普通にきつい大相撲。もう負けるんかい。俺は何もできねえのか。アクアエフェクト、どうだ、全然勝てねえ。裏モードがねえって何もできねえ。タコ、やっと来たぜ豪大寺。あとストック見えてる分1しかねえから、さあ乗りよ。勝てん、勝てん、マジで。ダメなし、 MB でシャメ引くしかないよな、ワラス。裏じゃ無理だ、分かんねえわこれ。もう乗せて、またバドミントンよし、女みたいな声入れた。いやダメ、マジ勝たんわ。あ、もう一回ある。さらに波なしで、はい、MB 引いて、あ、メッコでも、はい、行きましょう。はい、チャンスアップなしの逆押しで、ベル引けました。2ベルでもう無理。アビス、こんだけ終わる。よし、ありがとう、やっとだよ。大丈夫、よかった、終わるとこでした。あぶねー、もうストックありませんでした。おまけにいくつか番長
のボーナスチャンスもらいました。さすがにこれだけ継続して番長ボーナスなしってやばいから。リアルマダラ、最後のチャンスだこれ。バドカーやるしかない。もうチャンスないぞ。いけ、ダメなし。あー、またリプレイ。あー、またリプレイ。ダメだこれ。全リプ倒した。ありがとう。これで成仏できます。いきます。いいよ、なしで終わると思ったもん。もう青ならないね。うわ、2つ目、素晴らしい。2泣き、しゃー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 、流れ乗りよう。ベルダメか、弱いな、マジで弱い。勝った。ロッキー行くぞ。絶頂番長ボーナス。青7欲しいな。赤で2回鳴るんだから青7は7回鳴るわ。ベル10個だったんだが、え、マジっすか。見えてる、ストックない状態。きっちりとドロキ。はい、裏モード1753枚、17セットだね。もうさようなら回なんでね、もうバンバン打っていきます。まず裏モードミッション達成したんで、次はね、虹いただき行こうか。729ゲームハマりすぎ。持ちコイン残り900枚くらい。火にトントン状態だね。もう最後だからね、やり残したことがないようにぶちかましていく。とりあえず朝一からのこの徹底したハマりっぷり、絶対6の挙動ではない。はい、メンコもしばいていく。無理。なんで今引いちゃうんだよ、教えてくれよ。いけなすぎんだろ、あまりにも。これで許して、許されない、全て許されない。よし、最後のチャンスある。無理。マジか。123、地獄だなこれ。これが男の、行くぜ。ラスト行くぜ。行けないな。え、特訓で対決と特訓当たりました。これってさ、通常ボナ踏んだってことじゃないの。番長3最終回にして見せてくるね。ボーナスで、ボーナスで頼む。やっぱこれ通常来ないよね。ありがとう。276ゲーム。え、優勝しちゃった。今あの左押したつもりがこの指の腹が当たって、いや、もう知らねえ。いや、そうだよね、まだ RT 入ってないから。なんだこれ、なんて情けねえボーナスなんだ。あ、こんな僕にもベルくれるんですか。ちょっとトラブルがあったせいで58枚というわけわからない枚数になっちゃいました。頑張るぞい。ここで来る、こっち盛り。これ初当たりループだ。マジかよこれ、打ちすぎんだろ。よし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 、こ
れ行くぞ。裏番長ボーナスだったら今日もうやりまくりよ。やりまくり。いやただの謎のループ。サンストックでしたか。全然裏番長ボーナスではない。不甲斐ない。とりあえず通常ボーナス引けたんで、であと今のところ2分の1で引き戻し特訓あるんで、設定4を期待していきながら打っていきます。いろいろ引きたいんだけど、やっぱねチャンスが多くないと引くもんも引けないから、中間くらいはあってほしい。お、また引き戻し特訓38ゲームおいおいおい、これ確定しちゃうと急に6って吠えちゃうよ俺。え、337拍子は弁当対応なんで、ベルでもう当たりなんだ。でしかもこれ引き戻し特訓だから、マジかこれ。久々に引いたわ。え、プレミア、え、プレのミア、素晴らしい。50ゲーム確定引き戻し特訓。そうだよね。あれれれ、設定 6? もう設定は来るんだよね、2、3個。あー見えない、ストップなかったか。引き継ぎ689枚。まあね、これがね46であればまた引き戻し特訓からジャーに入って連チャンしちゃう。その流れ行こう。いや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 、もう時間ないよね。こんなにハマってる時間ないよね。今日飛行機で東京帰る人間がこんなとこまで追っちゃダメだよね。1430ゲーム、27,000円。いけるぞ、氷河期最後のいただきジャーニーって気持ちで打ってくぜ。はい、弁当箱一個一個大事に。慎重じゃない、しんなさ。回すしかないもんな。もう飛行機ギリギリだぞ。257ゲーム、いけジャーニー。よし、高台寺ラスト、高台寺の可能性あるから、ジャンピーね。相撲で来い。あ、相撲で来れねえか、ジャンピー。これが怖えか。よっしゃ、ナイス。絶頂6番。さあ、6番絶頂ならず。これ裏モードあるぞ。やばいぞ、飛行機間に合わないか。え、おい動いてよ。勝てばいいんだ。40%で勝負書き換えするから。シンプルに負けた。こっち絶頂の方、絶頂の方ですか、どっちですか。あ、絶頂の方ですか。まあ絶頂全然確定ではないんだけど、絶頂に近い距離感だよね。まあ、確定番長ボナンテだけの可能性高いな。天国濃厚だけっぽいな。多いな。奇跡の絶頂来て、ラスト絶頂来てくれ、頼むぞ。あ、来ないとか。OK、 頑張ります。おお、さよなら。それ、オッケー。
集合、行くぞ。またですか、これマジガセンないから来ちまうぞ。絶頂来た瞬間に飛行機は間に合わない。どうなる、いや閉まらない、これシンプルにヤバいやつ。うまいわな、うまいよな、パチスロがな。あれ平気、怖い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 、あれ外れるんかい。あ、見えない、ストップ来たわ。まくる可能性生まれてる。5日目ですよ、トトロキさん。これ5対1じゃなくて、このパターンってことはリセットもあるってことだから、何これ、どういうこと、すげえこと起きてる。5対1煽りからの合流角、見たことない、こんなの。ありがとうございます。よしか、ちょっと今飛行機から間に合わなそうで、しょうがなさやりたかったんですけど、最高断っちまった。撮ってるな、これはもうどの道飛行機間に合わないかも。はい、10日目、はい、まだな、伸びなし、ベルで特大調達、ベルで褒めとき、ベルで完璧なシナリオ、ループくれ、まだな、黄色きた、ならない、投資2万7000円なんで、これでまくりました。しかしもう飛行機がかなり厳しい、いっそのことを諦めさせてくれるような展開をすればいいんだけど、今もうストックがない状態。来るか、まあ、だらワンちゃん、波なし MB、 次で決めればいい。よっしゃ、チャメだろこれ、うーはー、チャメ一角、もう飛行機間に合いません、もういいよ、最後だからね。美しい、絶頂で締めちゃいましょう、いきます。あー、ない、もう飛行機間に合わねえからいっぱい勝たないと。クナ11、全然伸ばせて終わっちゃう、頼みが見えない、ストック。何これ、最終便ギリ間に合わないタイミングの瞬間終わり、復活せよ。寝てるね、店内状況いくわ、最速で。いい感じのグラフのアネモネで、このガンツが5、6確定が出ております、ゲジゲジって感じで、この右のイニシャル D が6確定が出ております。ただ苦しそう、この牛音トラは4200枚出てます。この聖夜がラッシュ7回入ってますね。こちらの窓通が4100枚出ております。リアス3が前代フル稼働で3800枚、1300枚、5006枚のこの方がちょっとわからないんだけど、フル稼働前代あるのかもしれない。ガロ稼働の方9回引いてるね、おおおめでとうございます。六角出た方で、あ、かなり苦しい、頑張って。稼働の6号機が強い感じだね。じゃあ帰ります。はい、お疲れ様でした。といったわけで実戦終了というかね、飛行機ワロスは間に合ったのかって思っていると思うんですけど、あそこがね北九州市の戸畑区なんだけど、あそこから小倉に行って、小倉から新幹線に乗って博多空港、福岡空港に行って、そっから東京なんで、結構なね大移動なんだよね。でアプリで検索するともう間に合いませんよって
って出てくるんだけど、私あそこのホール何度も行ってるんで思ったんですよ。博多駅から地下鉄に乗り換える200-300m、これなんとか負けるんじゃねえかなって思って、もうね走ったあ、走ったっていうと、まあ走ったね、もう轟き割りに走りまして、なんとかね1本縮められて最終便間に合いました。素晴らしい。そんなね最終便にも間に合っちゃう僕の趣旨いきます。投資が27,000円、回収1536枚、間に合っちゃいます。で最後番長卒業式っていう形で打ったんですけど、まあ台は決してね高設定っていうわけではなかった。理論値的には負ける台ではあったんだけど、もう飛行機と同じ間に合わないって言われてるけど、そこをなんとか気持ちで埋めて間に合ったっていうね。最後にね、スロットは機械だけど気持ちも大事だなぞってことをね番長3が教えてくれたんじゃないかなと思います。そんな機械にも感謝をしていくセブンズ TV のスケジュール、こちら。遊びに来てくれた方には番長3もう一回打ってほしいステッカーお配りしております。ぜひもらいに来てください。といったわけで今回はです、朝一裏モードぶち込んでロング継続した時はね何枚出ちまうんだって思ったけど、最終的に飲まれて追加投資してダメダメじゃんってなったけど、まくっちゃうんだもん、すごいよ、 YouTuber よって思った方はチャンネル登録とグッド、そして Twitter フォローしていただければと思います。では今回これで終わりになります。次回もご視聴よろしくお願いします。今回はお疲れ様でした。じゃあね。